皆さんご存知の日本のチャンピオンダンサーです。5月に行われた全英選手権で得意のワルツ、準決勝に進出しました。長身を生かしたダイナミックなダンスに加え、エレガントな雰囲気を持つカップルですね。大変ソフトなムーブメントで踊っています。バランスもよく、足元もしっかりしていますね。今日は外国人選手相手に気合も十分ではないでしょうか。上位入賞の期待が持てます。ワルツ、曲は When Forever Has Gone。 さあ、このカップルいかがですか。ドイツで活躍している選手ですね。身長はあまり高くありませんが、端正な雰囲気を持ち、大変良い印象を醸し出しています。派手さはありませんが、カップルとしてよく踊っています。ただワルツはカウント2でライズという上に伸び上がる動作を特徴としますが、このカップルはそのライズが少し低い感じです。1、2、3、1、2、3、少し低い感じがしますね。上位にチャレンジするにはもう少し高さが欲しいと思います。放送組は今や押しも押されぬ世界チャンピオンですね。そうですね、正確なフットワーク、ボディアクション、そういったものを、優れたものを持っていますね。本場の英国の選手ですからね。子供の頃からダンスをやってるんでしょうね。ボディが動きを止めずに動き続ける滑らかさ、それから2人の動きの方向性、そういったものが正確ですね。女性が男性に吸い付くようについていますね。近くに立っているので、お互い弾き合ったり、また動きが食い違ったりすると、やはりだいぶ窮屈になってしまいます。エントリーナンバー56、 Mr. Richard Perry and Mrs. Natalie Perry from New Zealand。 ソロ競技はワルツです。各カップルが16小節の規定フィガーを行ってオリジナルに入ります。この組の特徴はどんなところになりますか。そうですね、非常に柔らかな流れるようなムーブメント、そしてボリューム感のあるシェイプ、これがこのカップルの持ち味だと思います。アルナスはアマチュアの世界チャンピオンから、ターンプロしまして、はい、で当時もうトッププロでありましたカチューシャ・デミドバとカップルを組んでですね、デビューしたんですけども、鮮烈なデビューはなって、続いては橋本組です。若手のホープですね。そうですね、今もう売り出し中の新進気鋭のカップル、ご覧の通り本当に恵まれた体と美しいシェイプ、特に上半身の広がり、こういったものを持った大型カップルですね。はい、海外の評判も高いんじゃないですか。そうですね、これからどんどん海外に、進出していって活躍してほしいなと思うカップルですね。Thank you.
19番藤森春樹、加藤恵美。